後悔ができて嬉しいよ。これから人生で最高の冒険が始まる。そうだろ、チャンドゥ。
地元高校生とのコラボレーション、ゆるキャラの登場と見どころ盛りだくさんとなっています。本日限りのエネルギーあふれるステージをぜひお楽しみください。さあ続いてはある一つの楽器にスポットを当ててお送りします。演奏する曲はオーバーザレインボーです。オーバーザレインボー、虹の彼方には1939年の映画オズの魔法使いでジュディ・ガーランドが演じるドロシーによって歌われた曲です。この曲は映画のテーマソングとして、またアメリカ文化の象徴としても広く認識されています。北近畿丹後鉄道丹後エクスプローラーのミュージックホーンとしても使用されていたそうで、馴染みの深い方も多いのではないでしょうか。虹の彼方にの歌詞には、困難な状況の中でも希望を失わず夢と幸せを追い求める姿が描かれています。主人公ドロシーは現実の問題から逃れ、虹の向こう側にある理想郷を夢見ています。シンプルながらも深い意味を持つ歌詞は多くの人々の心に響きます。本日はこの曲を隊員の独奏でお楽しみいただきましょう。ソリストを務めますのはトロンボン奏者野村真央陸士長です。Thank you.
お願いいたします。ここ福知山市は京都府北部の交通の要所として発展してきました。昨年8月には福知山鉄道フクレルが福知山城公園内にオープンしましたね。鉄道の町として発展してきた歴史の貴重な資料やジオラマ模型の展示、交流体験エリアでは SL の機関助手の作業を体験できたり、運転士になって福知山周辺を運転することができる運転シミュレーターなど、体験型コンテンツによってさまざまなことを体験でき、子どもから大人まで楽しめる素敵な施設となっております。次はそんな鉄道の町福知山にちなみまして、列車にまつわる曲をお聴きいただきましょう。お送りいたしますのはジャズのスタンダードナンバーから A 列車で行こうです。タイトルにある A 列車とはニューヨークの地下鉄 A トレインのことで、 A 列車に乗ってハーレムへ向かうというイメージを呼び起こし、ニューヨークの活気と都市のエネルギーを象徴するものとなりました。それではシンプルで魅力的なメロディーとスイングするリズムをお楽しみください。 A 列車で行こう。
年創立100周年を迎えたウォルト・ディズニー・カンパニー。ウォルト・ディズニーの作品は長年にわたり多くの人々に愛され続けています。今月6日にはディズニー映画アナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンの3つの作品をテーマにオープンした新エリアファンタジースプリングスも東京ディズニーシーの人気スポットとして大変話題となっていますよね。そんな話題沸騰中の東京ディズニーシーですが、皆さんはディズニーのパーク内で軽快な音楽に合わせてディズニーの仲間たちと一緒に踊れる場所をご存知ですか？たくさんの人に愛される名曲ミッキーマウスマーチをアレンジしてズンズンなどのリズムに乗って楽しく踊るあれが、なんと今日はここ福知山でできちゃいます。第三音楽隊と福知山主典鬼太鼓の若手隊員によるスペシャルなダンスをお楽しみください。みんな行くよ、せーの、
ちょっと両手を広げてみてもらってもいいかな。ちょっと見えるかわからないんですけど、福知山と書いてある着物を着てるんだよね。うん、とっても似合ってます。ありがとう。次の質問です。特技は何ですか？そうなんだ。特技は福知山踊り。上手だね、のっこちゃん。ありがとう。皆さん拍手をお願いいたします。それでは苦手なことも聞いてもいいかな。教えてください。なるほど。転んでも受け身を取れないから運動が苦手なんだそうです。なんて可愛いんでしょう。準備も整ったようですね。たくさん教えてくれてありがとう。インタビューに答えてくれたどっこちゃんを盛大な拍手でお送りください。どっこちゃん、またね。気をつけて帰ってね。この後一緒に演奏する福知山高校と福知山整備高校の学生さんにインタビューをしていきたいと思います。皆さんどうぞ拍手でお迎えください。それでは一人ずつお話を聞いていきたいと思います。学校名とお名前、担当楽器を教えてください。はい、福知山高校田淵真央で、担当楽器はフルートです。田淵さん、今日はよろしくお願いします。では普段の活動状況を教えてください。福知山高校は中高一貫校なので、中学生と高校生が一緒に練習をしていて、中学生、高校生、顧問の先生合わせて計40名で毎日練習を頑張っています。ありがとうございます。続いて今後の演奏会の予定があれば教えてください。はい、8月のコンクールに向けて今は練習を重ねていて、演奏会ということだとちょっと先にはなってしまうんですが、3月に、この厚生会館で定期演奏会をする予定です。ありがとうございます。では最後に第三音楽隊との合同演奏に向けての意気込みを教えてください。こんなに大人数で一緒に演奏することってすごく貴重な経験で、私は今すごく緊張しているんですけど、皆さんと息を合わせて楽しい音楽を作れたらいいなと思います。ありがとうございます。続いてもう一方にインタビューをしていきたいと思います。学校名とお名前、担当楽器を教えてください。福知山整備高校の塩見優奈です。担当楽器はパーカッションです。はい、それでは普段の活動状況を教えてください。私たちは部員33名で活動していて、たくさんの先生方や保護者の皆様に支えられて活動しています。先輩後輩関係なく仲が良く、和気あいあいとした雰囲気で練習しています。ありがとうございます。続いて今後の演奏会の予定があれば教えてください。7月から男女の高校野球の応援があり、8月にはコンクール、10月には音右衛門里山ファクトリーでの演奏などが予定されています。ありがとうございます。では最後に第三音楽隊との合同演奏に向けての意気込みを教えてください。第三音楽隊の皆さんに負けないエネルギーで皆さんに元気を届けます。よろしくお願いします。ありがとうございました。インタビューに答えてくれた福知山高校の羽淵さんと福知山整備高校の塩見さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは演奏の準備をお願いいたします。子どもから大人まで幅広い世代から愛され続けるスタジオジブリの名作アニメーション、それらの作品を彩る音楽もまた長きにわたって多くの人を魅了し続けています。本日の演奏会最後の曲は
スタジオジブリの親しみのある名曲の中から、散歩、君を乗せて、世界の約束、隣のトトロ、天空の城ラピュタ、鳥の人、以上6曲をメドレーにしてお送りします。それぞれの歌が吹奏楽のシンフォニックな伴奏に合わせて生き生きと聞こえてくるこの曲を、本日は福知山高校吹奏楽部の皆さんと福知山整備高校吹奏楽部の皆さんとの合同演奏でお楽しみください。交響組曲シネマトリロジー第3楽章ソングフィナーレ、
改めまして、皆さんこんにちは、こんにちは、本日はですね、お足元の悪い中、福知山音楽フェスティバル2024お越しくださいまして誠にありがとうございました。はい、そしてですね、改めまして、本日、一緒に出演してくださった、福知山高校の皆さん、そして福知山整備高校の皆様に大きな拍手をお願いいたします。今日は第1部、第2部ということでお送り、させていただきましたが、第1部の映像にもあった通りですね、今我が国は、最も、戦後、緊張のある状態といっても過言ではありません。そんな中ですね、我々、自衛隊が行動するためにはやはり、地域の皆様の、日頃からのご理解そしてご協力が必要となってきます。我々第三師団もですね、これから真摯に訓練に取り組み、今後ますます任務に邁進してまいりますので、引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは、本日これで、福知山音楽フェスティバル2024を、終演したいと思います。本日はご来場いただきありがとうございます。ちょっと待ったー、皆さん、ありがとうございます。皆さん本日の演奏会いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ただいまからアンコールを一曲演奏したいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。今からは写真撮影、動画の撮影 OK でございます。準備ができましたらこちらを皆さん顔を向けていただけますでしょうか。準備できましたでしょうか。よろしいですね。よろしいですね。それでは今後とも陸上自衛隊第三師団を何卒よろしくお願い申し上げます。最後に Oh,
フェスティバル2024すべてのプログラムを終了いたします。